とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントありがとうございます。連射コントローラーを買ったので、連射系のビルドを見せてほしいということですね。ありがとうございます。そして、おめでとうございます。やはり、連射コントローラーがあると、面白いことがいっぱいあるのよ。はい、ということで、今日はね、この装備です。ダイヤモンドのツルハシに、衝撃波、旋風、雷、虚無ですね。リフレッシュは入れておりません。その代わり、フルメタルアーマーで、ヘルスシナジーがついてますので、回復はこれで行います。で、愛のスペル棒。で、羽、釣り竿、キノコ。まあ、こんな感じでやっていきたいと思います。では、行きましょう。それでは、ラストステージ行きますね。ちょっと、矢が足りなくなるかもしれない。でもまあなんとかなるでしょう。できれば、矢を増殖しながらやっていきたいけども、これがね、出るかどうかがちょっとわかんないですよね。OK。まあ、とりあえず今のところは大丈夫ね。OK。もう連射機があると、もうこのね、羽ぴょん、もう楽にできるようになりますし、ビームもね、出せるので、楽なんですよ。もう敵がね、寄ってこれなくなるんで、ノックバックしまくって。なんで、かなり安全に、行くことができます。まあ、かなりずるいんですけどね。かなりずるい。OK。でもまあまあ、こういう戦い方もあるよっていうことで、やってみてください。ちなみにあのツルハシは、キノコが必要なんですけども、サイスとかであれば、キノコは必要ありません。でもこのビームを出す速度っていうのはツルハシが、断然速いです。これめちゃくちゃ速いんで超ダメージが入るんですよね。しゃなんか痛い。あそこにいるんだな。あ、防護か。防護ね。で、これビームだけでも、十分ダメージは入るんですけど、お、こいつは、めんどくせえな。十分入るには入るんだけども、やはり、近くによって、物理ダメージ、プラス、旋風衝撃波。が入るとやばいダメージが出る、うん、遠くからでも、敵を牽制できるし、近づいてしまえばもう超ダメージで一気にダメージを与えることができてますね。あげい。このキノコとねツルハシで、さらには衝撃波もついてきていけないっていうので、タワーではなかなかねこれ完成しないんだよね。タワーでこれができればなかなか面白いんですけども、タワーでこの装備が出るってことはなかなか難しいかな。あ、で冷気に弱い。冷気にはやっぱね何かしら弱いのはあるんだよね。冷気で動きが遅くなってしまうと、衝撃波が出なくなるんだよ。なのでそこだけ注意ね。はい、でめんどくさいやつは起こして倒す。あっちに行きやがった。ちょっと待って壁でもねこの衝撃波は消えちゃうので注意が必要です。あげい。いやこれ普通にぶん殴って強いな。うん、普通にぶん殴って強い。とりあえず旗全部取りますね。全部取っていく。はい、洞窟の中入りました。行きましょう。ちょっと待って。あ、大丈夫。あのねトゲが来てもビームで倒せば問題ないです。しゃっ、今の威力半端じゃないよ。 OK、 全部取る。よっしゃ、洞窟攻撃しながら移動するやつね。でもまあちょっと敵が多くいないと
あんまり移動はできないので、それが弱点かな。オッケー、めちゃくちゃいい。まだいるんでしょ。いや、いるな、結構いるな。どこ、あ、いたいたいた。じゃあ、脅威も増えてきた。上にいない？あ、違う？あ、下か。下でした。こっちか。痛い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 。意外と痛い。まあ、そりゃそうだわ。ちょっと待って、味方回復、あっちからどんどん回復してきやがるね。で、変更持ってるやついるし。オゲイ。どこ？キャプテン。あ、いたいたいた。減り方よ、減り方。脅威が3でしょ？完成しましたね、脅威は。で、速度 30% 増加の、再生か。あー、なるほど。再生ちょっとめんどいな。でも、痛い、痛い、痛い、変更痛い、痛い。変更がちょっとやたら出るね。このハンピオンの時は、羽を使う時は変更注意ね。じゃあ、最後取った。プレイヤーダメージ 20% 減少。なんかそれぐらいだったら全然余裕っすね。 OK。 じゃあ霊気がいる、霊気がいるとちょっと弱いか。はい、でもまあいけました。じゃあボスのところまでいきますね。ではでは、ボス到着ですね。矢も十分にあるので余裕でしょう。ちょっとドラが使えないっていうのがちょっと弱点ではあるかもしれないですけども、まあまあ速攻で倒せるので大丈夫。まあ脅威さんのダメージ 20% 減少だから、どうだろうね。まあ多分速攻でいけそうな気はする。はい、速攻です。 OK。 はいはい、ここはちょっとかかるかな。でもね、ちょっと硬いけど。さあ、よっしゃ、やられたけど、やられたけど、あ、やられてなかった。絶対やられてたと思った。あ、けど全然いけましたね。はいはいはい、まあまあ、ちょっとうまいこと、ヘルスシナジーで回復できてたんですよね。はい。ということで、今日はコメントありがとうございました。連射コントローラーでできる連射系のビルドです。ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。結構よろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。